広場南側より、後ろに見えるビルは、台北101。44、南村は、台北市に存在した、県村の一つ。現在は、公園、公民館及び展示館からなる複合施設として、使用されている。名前だけから受ける印象は、都会である、台北市に存在するエリアとは思えない響きであるが、台北101にほど近い場所に立地し、 行政区画としては、新岐区に含まれる。第二次世界大戦が終結し、国境内戦に伴って大陸から避難してきた国民革命軍がこの地に定住したのは1948年のことであった。もともとここにあった、急に本陸軍の倉庫を回収して、住居としたもので、台北に存在した県村のうちでは最初期の部類である。 最初期どころか最初の県村とされるケースも見られる。44平行省の家族たちがまとまって居住したために44南村と名付けられた。住民が増加すると44東村と44西村に分かれた。1999年にこの地区の再開発計画が持ち上がると住民らは立ち退き住居も撤去されることとなった。一方で、 文化財としての価値を主張する声も上がり、2003年には歴史建築として認定され、公民館や公園として利用することが決まった。現存する建物は4棟で展示室として利用され、棟の間の小さな広場と西側の県村文化公園とともに、この県村は再生された。他にも区民会館も存在し利用されている。 台北の発展に伴い建築物の構層化が進み、県村はどんどん失われているが、かつての姿を残す一例である。西側の県村文化公園より、吉見、岡はカフェ県雑貨屋の名前。敷地はおよそ4150坪で、2010年からは、毎週日曜のフリーマーケットも広場で行われている。同じ広場にて、各州ではあるが、金曜夜に、 音楽祭も催される。常設のカフェと雑貨屋もある。カフェはベーグルが名物。MRT 台、北都市運新義線の台北101予防駅2番出口が近い。台北都市運番南線の市政府駅から歩くことも可能。ありがとうございます。